非常に魅力的な車と人が仲良く暮らせる街、なんと56万人の都市なんですが、ここでは新しい都市交通のあり方を模索しています。で、実際昨夜このナントに日本から着きまして、早速飛行場からレンタカーを借りて市内の真ん中のホテルに泊まって、朝その車をピックアップして、実はこの最初のパーカンライド、そしてトラムバスステーションにやってきました。実はナントに来る前、自動車をなるべく排除して車の利用を減らすような方向の街づくりなのかなと思いましたけども、実際に車を使ってみると、やはりその使い勝手の良さ、自動車でなるべく自動車でも使える、まあ市民にですね、モビリティの選択権を与えている、まあそんなのが私のナントに来た第一印象ですね。ここにご覧のバスステーションと床の低いトラムのステーション、ここに来た人々は車をここに止め、ここからバスや電車に乗って町の中心地に移動していく、まあ、こうすることによって無駄な自動車の利用をなるべく排除しながら、交通社会システム全体で過ごしやすい都市の在り方、あるいは市民の人々の生活というものを実現していく、そういう考え方だと思います。というのは、大事なことはここで暮らす人々の暮らしの快適性、過ごしやすさ、移動のしやすさ、移動が自由にすることによって人々の自由をこう規定できる、まあ、移動ということは生活者の自由を規定するものだというような、まあ、極めてフランス的な自由主義の考え方に基づいているものが、そういった思想を感じることができます。細かくこれから取材していきたいと思いますが、さまざまなところに、ノウハウが織り込まれているようです。